こんにちは、あきとです。てなことで、今日はここ神奈川県辻堂まで来てます。この駅そばの施設、名前は忘れちゃったんですけど、新しくできた場所で、こうすごい広いバッシュ含めいろんなのが売ってる場所ができたということで、今日は見に行っていきたいと思います。開いたらまずいいねお願いします。いいねは記録の印、記録感覚ですぐ押してください。あんまり触りすぎてると気持ちよくなっちゃうから、あんまり触りすぎは注意なんだけど、あとコメントも残してください。いいねは毎回500、コメント100人、表示は200ですけど目標でやってますのでお願いします。あと冒頭15秒、ブランド様向けメンバーシップやってます。1万円広告、毎日投稿の毎回の動画冒頭15秒に名前を表示します。詳しくは概要欄お願いします。毎日やってるっていうことが重要、名前が出てくるっていうことが重要。だってもうひろまる JP シューレースさん覚えてるからね。ひろまる JP シューレースさん名前覚えちゃってるから、詳しくは概要欄載ってますのでお願いします。4月の20、21で4月特訓フリーマーケットを、20、21は土日？土日ですね。4月20、21日浅草の雷門の、まあ、すぐ近くのイベントスペースでフリマやるんですよね。勝手に名前使われて、立て役職の名前使って高尾さんが主体のフリマでしょ、それでも。その出品は高尾さんを主に、まあ、秋戸くんメンバーシップの人たちも持ってきてくれて、そうですね、みんな持ってきて、なんかちょっと企画やろうかな、結構ブランド品とかあセカスト売るぐらいだったら、高尾さんね、そういうのいっぱいありそう。めちゃくちゃあるんですよ。だからとりあえず高尾さんのインスタフォローして、4月20、21は開けといてくれて、はい、浅草でフリマやると在庫処分兼ねて、うわーすごそう。あとまあお酒とか飲食もできる店舗なので、結構ね美味しいご飯屋さんなんで、お休みの日に浅草観光がてらフリーマーケットでお酒飲んでご飯食べて帰るみたいな。店舗も決まってるんでしたっけ？店舗も決まってます。じゃあ乗っけときますので。で高尾さんだけじゃなく、あきとくんメンバーシップの人たちが、まあ、ちょこちょこっと持ち寄ると。まだちょっと出来上がってはないんですけど、はい、一応作っていて、僕の知らないところで、そう勝手に勝手にねでも僕自分じゃ作んないからね、これめちゃくちゃレアですよ。 T シャツ？ T シャツですね、今のところ T シャツ、僕の T シャツが出るっていうことなんで、めちゃくちゃレアですからね。しかも非公式のそれもだからごく少量ってことですね。もし出なかったらセカストに。それは面白いですね、セカストにあったらね。動画撮りますよワンチャン話題になる可能性も。いやあれは何だろう、そういうバズり方もあるから。あるある、今後作んないから僕が。だって作る側の僕からもリスクでしかないですからじゃあなんで、なんでなの。今バッチリ夫婦のつむさんとお待ち合わせしてますので、これから合流していきたいと思います。辻堂って来たことあるかな、多分ない気がするけど、どういう感じなのか楽しみですね。それでは今日も行ってみよう。めちゃめちゃ人多いんだな。おはようございます。え、行く場所なんて言うんだっけ、名前。テラスモール。テラスモール、うん、テラスモール湘南。つむ、うん、さんもよーこれ湘南にいないな、これは。ヘビだってくるまってるもんあのガッフィートとかが帽子かぶってる。シュプリームで買った新しい帽子。なんかめちゃくちゃでかい施設だね、まあ、ララポートみたいなことでしょ。そうテラスモール湘南。今日はこの中になんかすごい広いスポーツ用品の場所ができた。そう、デポ、うん、スポーツデポ。あとここニューバランスもあるよ。あ、ABC マートのグランドステージとかあるの？ ABC マートはない。ないんだ。ABC マートあるらしい。あ、普通のやつはあった。でもグランドステージはないって。へえ。え、じゃあデポ行く前にそういうとこ寄りたいかな。いいよ。ニューバランス。スムさんだけじっくりまだ見てるね。V4 収めました。おお。収めました。グレーのやつ。そう。あとなんかボケてんだけど、これなんだ。なんだろう。救急もあるかな。ね。あ、V6 はね、3色あったよ。事故から画像提供。めっちゃ来た。
あとはナイキとかじゃないんだ別に。ないない。じゃあと ABC マートぐらいってことか、スニーカー関連で言うと。そのデポ以外何の見どころもないんだって。デポがでかいんでしょ、だからその代わり、うん、デポがでかい。じゃあ ABC マート行って、うん、デポ行こう。あと40分くらいで撮影終わりよ2回に分けたいんだから。嘘でしょ、足りないよここせっかくこの藤沢辻堂まで来たから、うん、2回分にしたいんだから。そうか、交通費で収益が終わっちゃうから。終わるよ多分。何もないってだから。あ、そうだね。デポ2回分になるかもしれない。でかすぎて。デポがでかいんだ。デポにはそのナイキのバッシュも、いろんなバッシュのいろんなブランドもあって、アパレルもあって。ある。めっちゃある。それがバスケットボールだけじゃないんでしょ。うん。サッカーもあるし、ポカとかもあるし。へぇー。オンもあったかな。オンがあるならサロモンもあるでしょ、うん。あ、そうそう。いっぱいあったよ。とりあえずマジでけ。そういうスポーツのものが大集結したフロアの、フロアという場所が。それができたんでしょ、うん、湘南一でかいんじゃない。そう、湘南の括りをどこまでとするのかちょっとわかんないけど、うん、いろんな外れたところも湘南って名乗るからね。うん、でもでかいと思う。2回分にはならないと思ういや、それはなんとかさせてくれ。トークでつないでくれ。じゃあまたガチャガチャする。いや、しようしよう。増やそうじゃん。増やそうで。あ、紫スポーツあるんじゃない？ああ、紫スポーツも寄ってみたいね。うん、SB。SB あるね。うん。昨日ね、ジッコのね、インスタにね、うん、スタンプ欲しいってメール来た。わざわざ。DM で。おう、スタンプ欲しい。バッチリご夫婦実行作成、僕の LINE スタンプができました。 LINE 開いてスタンプを選んで、あきとくんチャンネルで検索してください。そこから購入することができます。実行が勝手に作ってくれましたので、皆さんぜひ活用してください。あとバッチリご夫婦家の猫ガッタンスタンプもあります。ガッタンの日常で出てきます。バッチリご夫婦と会った時に買ったよって伝えてあげると喜びます。会える距離にいない方はインスタの DM で買ったよって教えてあげてください。あ、すごい、紫スポーツと ABC マートが隣同士になってるね。うん、0.3 回分だよ、2店舗でキュッとしたらね、うん、紫スポーツでも SB 最近意外と売れ残ってるのがあるから。でも安心して、そういう感じの紫っぽいじゃないんだ。あ、そうなんだ。結構本当だ。なんか雰囲気違うね。うん、もう本当ないのよ。あ、SB、待って、だって紫スポーツアナザースタイルって書いてある。どういうことかね。なんかそういうスケボーショップじゃないんじゃない。あ、そうなの。まあ売ってんの見たことないからね、ここで。なんかアウトドアだもんだって。本当にだからこういうなんか釣りのなんかあるってことは、うん、アウトドアなんだここ。そうだよ、ちょっと。アウトドア用品店でした。何にもなかった。そんなことあるんだ、紫スポーツってアウトドア用品店があるんだ、うん、初めて知ったね。じゃあ 0.3 回分のうちの1個頑張れ、頑張ってくれ。 ABC マート入ってきます。サロモンもちょっとだけある。エアフォースワンが一応あるんですね。これ偽物のやつ？本物の、普通のやつでしょ、うん、本物の。軽いのこれ。 ABC マート広いんですけどね。でもウェポンあったよ。あ、コンバースのね。さあちょっとひねり出せ、感想をひねり出せ。人がいっぱいいました今はそうだね、アウトレットも行きたいね。ね、そうだよね、とりあえずデポ行こう。デポを取って考えよう。そうだね、スポーツデポ。着いた。ここ？もうここなんや。スポーツブランドがギュッとなった場所で、めちゃくちゃ広くていっぱいあるらしい。では行ってみましょう。ゴルフクラブ。ホームセンターみたいな感じもあるよね。これ何の靴だかわかんない。あ、これゴルフ用ってこと？ナイキだ。ゴルフ。うん。こんなんあるんだ。なんかエアマックス。エアマックスワン。ユーフのゴルフ。86OG って書いてある。エアマックスワン。じゃあ、あの、ビッグバブルのやつじゃない？なん
かでかいし、でかい。ビッグバブルのエアマックスワンゴルフがあるんだ。ね、これは初めて。ジョーダンバージョンのそういうのなんか見てきたけどね。うん、グローブっていくらぐらいすんの？高いよ、2万、3万じゃない？これ10%オフで2万だと思って。もっと高いのは高いんじゃない？ほんま、こんな派手な色なんかあるんだね、グローブで。公式だともっと高いの。軟式と公式でも違うんだ。結構野球やってたから。野球もやってたんだ。水野のマーク。高校の推薦野球枠で入ってるから、ね、意味わかってる。高校の推薦、野球推薦で入ってるの？え、結構野球推薦やったんじゃなかったっけ？高校の時。野球推薦。スポーツ推薦。スポーツ科のある高校に野球で入学しようとした。ほら。バスケしかやってないのに。どういうこと？意味わかんないでしょ。でも、あそこにいた誰よりも上手かった。5万。うわ、高っ。5万。多分、硬さも全然違うし。キャッチャーみたいな。本当だ、硬い。バドミントンやりてぇ軽っ。84グラムしかないし、すごいね。あ、軽い軽いよね。100均ぐらい軽いけど、でも全然違うんでしょ。バーチクソ硬いもん、針がガットっていうの、このガット糸のこと。糸こっちはテニスなんだ、うん、さっきのはバドミントン。そう、スムさんがバドミントンのラケット見てるね。最近やりだしたんだっけ。そうそうそう、だからさ、あの変な靴買ってたじゃん。あ、スパイジーク、体育館で履くようにバッシュでやってるんだ、バドミントン。サッカーフロア、スパイクがすごいね、いっぱい、うん、めちゃくちゃ細いね、なんかバレーシューズみたいな柔らかさといい、細っ。でも最近はナイキもある。え、これ使ってないのかって。何これ。ダムダムするやつ。え、部屋の中でもできるよってこと。そうそうそう、トリプルの練習するとき。ああ、マンションとかでも。そうそう、家の中で。ダムダムしたいんだってすごいね、なんか桜木花道みたいな。そう、いつでも、いつでもダムダム やっときたいんだ。いつでもダムダムしておきたい。硬い。これいくらなの？この1万いくらじゃない？1万円ぐらい。これ東京23にあったのと違う？うん、同じっぽい。バッシュコーナー来ました。モアテン。何この、モアテン。バッシュ。え、欲しかったの、ちょっと欲しいんだよ。何これ、こんなのある。そう、本格バッシュ用もあって、うん、そう、すごくないこれ。面白、軽。最新のバッシュに昔のバッシュのデザインを落とし込んだ靴。へぇ、良くないこれ。この白い部分が リフレクティブになってるし、アウトソールが全然違う。面白い。これいいよ。うん。カジュアルで着やすい。これ絶対被んない。外で履いたら。今なんだ。高っ。ハーデン、ブースト使ってるんだ、うん、なんかイージーっぽくもある。グリップがめちゃくちゃ、めっちゃ履きやすい。いいのこれ。え、気に入ってんの、その体育館履きとして。外履き。外履きでイージーの代わり。うん、いや、イージーっぽいよね。うん、歩きやすいですよ、外で。うん、すっごい抜けないし。なんだこの、本当がすごいイージーっぽい。クッションも全然ブースト入ってるし、ケースもブーストも使ってるし、ね、イージーこれハーデンボリューム8、なんかこれもトラビスカラーっぽいな、うん、
素材もなんかイージーっぽいもん。いくらなの？約2万。うん、2万。1キュッパ。2万円でこのクッションなの。でもアウトドアとか見ないよね。アウトドアちゃう。アウトレット。おお、アウトレット。落ちないんだ。なんかでもあんまり見ないですけどね、これ。ギャラリー2が最近できたね。ギャラリー2とか、アルペン。ツムさんがハーデンめっちゃ気に入ってた。気に入る人がいるとか。ハーデン知ってるんよ。知ってるよ。わしのバッシュハーデンだったんだ。ハーデン。ハーデンってなんかすごいでかい人でしょ。うん、ジャムジャムジャム。ハーデンの T シャツも持ってたよ。ハーデン。ハーデン。コービーはないんだ。さすがに。すぐ買った。わあ、なんかまた見たことない。商品名はレブロン。レブロンなんだ。キングのやつ ?21。レブロン21。これもすごいよ、なんかもう。数詞をこの盛り上がりで表現してるよ。ね、これは普通のスニーカーとしてもなんか面白い。一部は3万。中国の靴。中国の靴。これ履いたらナイキとか履けない。すごいいいってこと？へぇ、リーニンって言うんですか？スニーカーメーカーらしいですけど、リーニン。プレステっぽい、確かに。ニューバランス。ドクターマーチン見てくる。好きそう。あ、好きそう。やばいやん。でもピンク履いてるからな。ありえるから怖いな。デポ見てきた。見てきた。どうだった？でかかったでしょ？イメージとしてはあれだね。なんだっけ、忘れちゃった。え？イメージとしては何？あのえ、でっかいやつあるやん。なんだっけ、どういうこと？お台場とかにこういうとこにあるでっぱ、でっかいスポーツ用品。ゼビオ。ゼビオ。ゼビオっぽいね。もともとゼビオ。そう。あ、そうなんだ。もともとゼビオで、気がついたらデポになってて。なるほどね。いや、思ったよりゼビオだったな。まあ、もともとゼビオだからじゃん。バスケ好きにしたらね、うん、やばいよ、うん、めちゃくちゃ上がるでしょ。だから多分湘南一でかいと思う。だってジコが初めて入った時大興奮してたもん。そうか、今日はもう2回目か。だから、まあ、冷静に見てたけど、最初はやばかった。やばかったよ。肩すげえ叩かれたもん。ババ、なんとかあるよ、みたいな。ババ、ババって呼ばれるんや。みんななんか食べてますね。匂いだけ楽しもう。今、ダイエット中だから。ああ、そうなの？ああ、二人とも？うん。普段だって、でも、まあ、ジッコはバスケやってんだから、そんなに、そんなに太んないんじゃない？痩せない。いや、痩せない、痩せない。痩せないんだ。わしだって毎日さ、片道3、40分チャリンコこいでんで、往復1時間以上こいでんのに痩せないから。そうだ、そうだ。職場まで自転車で片道30分なんでしょ？そうそう。痩せない。すごい運動量だけどな。往復1時間。自転車で。それで痩せないってすごいけどね。どうしやばい運動量だけどね。楽して痩せたいから今 MCT オイルを飲んでんだけど。 MCT オイル、そう、スーパーに売ってるよ。これくらいでね、980円の1000円くらいするんだけど。何それ、なんか油？そうそう、オイル、油、油。へえ。毎日小さじ半分ずつヨーグルトとかサラダにかけて食べるんだけど。ああ、いいね。お通じが良くなったりするやつだ。だからわしさ、週間に1、2回出ればいい方だったのにさ、1日2回も3回も出んのよ。すごい。だからさっきもお腹痛くてトイレ行ったりさ、くれよ。あ、その効果なんだ。そうなの、めっちゃ出るの。すごいやん。1週間に1、2回だったのが、毎日1、2回出るようになったの。すごいやん。だからもう大変なの。それだけでもだいぶ違うね、だって。全然違うよ。いつもはうんこ分も体重に入ってたわけだから。
週間分のね。えぐ。すごいのよ。調子いいんだそんな。じゃあよかったじゃん。すごいじゃんそれ。そうなのよ。じゃあ便秘の人おすすめだね。いや本当おすすめ。C。MCT オイル。MCT オイル。それなんかスーパーで売ってんの？売ってる。海外でちゃんとなんか体内脂肪が減るって立証されてるらしいよ。ちょっとお高めのね。高いよ。ジッコも飲んでんの？ジッコもやってる。ヨーグルトに入れて。すごいね。ちゃんとやってんだと。毎日ヨーグルト食べてたのに、それでも出なかったわしが今会長だからめっちゃ出る。痩せれるかもしれない。わかんないけど。でもまあまあそうね、本質的な問題解決にはなってないもんね。そう痩せないよなかなか。みんなどうやって痩せんだろうね。まあ多少はやっぱ運動しないとね。桜が綺麗ですね。興味ないんだけど、私風景とか景色とか興味ないんだけど。興味ある？興味あるでしょ。ない。綺麗な景色とか興味ないんだ。ないやばいね、いいね。夜景とか別に興味ないんだ。ああ、男子だね。私さ、北海道で有名なさ、函館のさ、100万ドルの夜景とか見に行ったんだけど。世界三大夜景みたいなね。中国人すぎてさ、もうわし興味ないからいいよ、行ってきな、こっちで待ってるからって。